皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回は北海道で紅葉を撮影してきたということで、先日私紅葉の写真が撮りたいなと思って、一人で定山渓と登別、それで写真をこんな感じで撮ってきましたので、まあ私が何を考えて撮ってきたかみたいなところをお話ししていこうかなと思います。よかったら参考にしてみてください。でちなみに今回使った機材は Z9 と2470の F4 の方と、58mm の F1.4 と70-200の F2.8、 これは両方 FTZ がいるやつなんで、70-200の方はむちゃくちゃ重いんですけども、今回このレンズ3本で撮ってみました。はい、まず最初の1枚はこちらです。着いた日の午後に定山渓を歩いていた時に、すごい日差しが本当にねいい感じで刺してたんですよね。それでその場所は本当に紅葉してなくて、まだこのように緑だったんですけど、まあこれもいいかなっていうふうに思って撮ってみた写真です。いや本当は定山渓はもっと紅葉してることを期待してたので、あ、なんかもっと紅葉してる場所を探したいなっていうふうに思ってたんですけど、もうなんかそれを差し引いてもこの日差しの感じがすごいいいなと思ったので、とりあえず撮ってみようかなっていうふうに思って撮ったら、もう影もね入って、あとこの光の向上も入っていい感じになったかなと思います。はい、次の写真はこちらです。引き続き定山渓を歩いているうちに、少し日が陰ってきたんですね。で地面にたくさん落ちている落ち葉がすごくなんかしっとりした質感になってて、なんかいい色の感じになるんじゃないかなというふうに思って撮ってみた写真です。まあ北海道、せっかく北海道なんでね、こうスケールの大きい広い風景バーンっていうのももちろん撮りたかったんですけど、意外と私こういう小さな世界というか狭い視野にした時に何が見えるか、何に出会えるかみたいな、そういう結構小さな出会いっていうのもすごく大事かなというふうに思っていて、この時も本当にこの地面の芝生のしっとりした色と、そこに乗った葉っぱの色の対比っていうのがなんかいい感じかなっていうふうに思いながら撮っていました。でちなみにこちらは 58mm の単焦点レンズ、開放 F 値が 1.4 というね、すごく明るいレンズなので、中心部にピントを合わせると背景というかこの端っこの方ですねがボケるっていうような感じの質感に仕上がっています。はい、続いて3枚目の写真がこちらです。こちらは朝早い時間に撮影したものなんですけど、定山渓の街の中を歩いている時に見つけたもみじの葉っぱです。もうご覧の通りすごい色合いが本当に素敵だなというふうに思って撮影してみました。でこの写真のポイントはこうご覧の通りなんですけど、このもみじの色のグラデーションですよね。この縁のところが赤くて、だんだん中に行くと、まあ、緑だったり黄色だったりする部分があるんですけど、そういうこの色の移り変わりがすごいいい感じだなっていうふうに思いながら撮っていました。なかなかこれやっぱ写真で見るより現物の目で見た方が本当に素敵だったなって今でも思い出す感じなんですけど、ね、なかなか写真だけでその本当の綺麗さはまだまだなんかこれじゃ伝えきれてないなって思う感じなんですけども、こちらグリーンと黄色の部分があるんですけど、まあ、ピントに関しては今回はグリーンに合わせてるんですけど、どっちにしたらいいかなっていう黄色のバージョンとグリーンのバージョンといくつか試していろいろバランス的にこのグリーンにした方がまとまりがいいかなというふうに思ってこちらを紹介してみました。はい、4枚目の写真はこちらです。こちらはですね、定山渓のちょっと端っこの方にある白糸の滝っていう小さな滝を撮った写真です。でこれよく見てもらうと、この左側になんかフェンスの端っこだったり人工物のなんかいかにも直線的なコンクリートだったり、こういうものが、まあ、目で見た時も結構目立ってたんで、まあ、で滝自体もそんなに大きなものじゃないし、まあ、あんまりなんていうか期待しないでっていうか、まあ、一応撮ってみようかなぐらいのノリで撮ってたんですけど、なんか撮ってセッティングを、まあ、どうしようかなとかいろいろ考えてるうちにすごいこう強い光がパーッと出てきたんですね。これは午後の時間帯だったんですけど、
で、これはスローシャッターにして F 値を絞って撮ったら面白くなるかもしれないと思って、こういう設定でね試してみました。でちなみにこの時私こういう写真を撮る予定は全くなかったので、三脚もフィルターも持ってないです。使わないで撮った写真です。でじゃあどうしてるかっていうと、たまたま自分が持っていた普通の小さいバッグの上にカメラをこう置いて、ちょっとそれだけだと完全に安定はしなかったので手で支えて手すりの隙間からちょうどいい角度に置いて撮るっていう感じで撮っています。まあ、Z9 はカメラで ISO 感度が64まで下げられるので、比較的こうちょっと日が陰ってるシチュエーションというか、まあ陰ってはないですね、上に木がたくさんあって光の量がそんなに多くないシチュエーションであれば、まあ、このようにフィルターなしでも撮れるっていうねことになったのかなと思います。まあ、実際 ISO 感度100までだったとしても100と64ってまあほんのちょっとしか変わらないので、まあ、100だからできないってことはないと思いますけどね、現像とかしちゃえば全然どうにでもなるので、まあ、その辺は誤差の範囲内なんですけど、はい、三脚フィルターなしでもこういうのは撮れたということになります。はい、そして5枚目の写真はこちらです。こちらはですね、定山渓のとっても有名なフォトスポットの二見吊り橋っていうところです。でここはですね、多分私何年か前にもここ行ったんですけど、紅葉の時期ってもうすごい常にめちゃめちゃ混んでいるっていう場所なんですよね。なのでこれはですね、朝結構早い時間に行って撮ったらこういう感じで、撮ることができたっていうものになります。まあとはいえちょっとまだだいぶ緑が多いかなっていうねところで、まあ、そればっかりはしょうがないですね。そう、本当に定山渓とか、まあ、登別もそうだったんですけど、めちゃめちゃ海外からの、特に多分中国アジア、中国と韓国とかかな、なんかその辺のなんとか受精用みたいな感じの言語をたくさん聞いて、なんかそういうアジア圏の方に紅葉というか北海道って人気あるのかなとか思いながら、過ごしてたんですけどね。はい、まあまあ、でそれはいいや、そうだから、そういうまあ、早朝でも、でも実はこの写真を撮るのにちょっと、待ちましたね。朝早くから散歩していらっしゃるその海外の方もいたので、で、まあ、ちょっと人の切れたタイミングで撮ったっていう感じです。ちなみにあとちょっとこの写真のお気に入りポイントとしては、これ朝少し実はにわか雨みたいなのが降ったんですよね。なので多分この落ち葉が少し多めに落ちてるのと、橋の質感がちょっとウェットな感じ、しっとりした質感になっててツヤっとしてるんですよね。なんかそういう質感もこの日らしくていいのが撮れたんじゃないかなというふうに思っています。はい、6枚目の写真はこちらです。これ私植物の名前とかは全然わかんないんですけど、なんかもうこれはすごい見た目でわかりやすく、とってもカラフルな色合いが綺麗だなという思いで撮っています。でこちらの写真は遊歩道みたいなところを歩いている時に撮った写真なんで、外にはあまり出ない方がいいような状況だったんですね。なんですけど少し遠くにあったので 70-200mm の望遠レンズで撮影しています。でこの時多分天気が曇りと晴れの間ぐらいで、上から光が差しているっていう状態だったので、葉っぱの奥の部分ですね、ここがすごいしっかり暗く影になったので、色の鮮やかさっていうのがより強調されているんじゃないかなというふうに思います。はい、7枚目の写真はこちらです。今回の北海道の写真の中で一番紅葉らしい紅葉もみじの写真が撮れたのがこれじゃないかなっていうふうに思います。本当はこういうのがすごいめちゃめちゃいっぱいどこに行ってもあるんじゃないかっていうのを期待してたんですけど、なんかね、そうじゃなかったんですよね。でなのでこの木を見つけた時は、あ、やっとこういうのがあったと思って嬉しかったですね。まあ、多分ここはすごいよく日が当たる場所にあった木なので、紅葉が早めに進んでいたのかななんて思ったんですけど、でこれはですね、木の下側に入ってまた 70-200 の望遠レンズを使って撮影しています。主役としてはやっぱりこの赤い鮮やかな色っていうところですよね。とはいえよく見ると結構傷んでいる部分とかも実はあったりしたので、どこを切り取ったらいいかなっていうのはちょっと考えたんですけど、まあ、結果的にこの部分にしました。でどうしてもこの部分にするとこの左下の部分に
違う植物が入ってしまうんですけど、そうじゃなくするとちょっと傷んでいる部分が主役になりそうだったので、まあ、そこはちょっとしょうがないかなと思ってこの範囲を切り取っています。はい、8枚目の写真はこちらです。ドライブ中ですね、運転してる間に北海道すごいこう広いじゃないですか。それでススキ畑みたいなのも本当に広いところがわーってあるやつを結構見かけたんですけど、ね、運転中には基本的にあんまり急に止まれないので、あー綺麗だな、撮りたいなと思いながらなかなかこう撮れるタイミングがなかったんですけど、これはですね、歩いている最中に見つけたススキも綺麗だったので撮ってみたっていうものです。ただもうドライブ中に見つけたススキの方が本当はスケールがめちゃめちゃ大きかったんで、ね、また次の機会に撮りたいです。で、まあ、この写真のポイントとしては背景とこのススキの色のコントラストかなと思っていて、こう背景が結構暗い影になっているのに対してススキはすごい明るい白に近いような色なので、すごく浮き立つような色合いで、まあ、全体的に色数は少なくてシックな落ち着いた感じでまとまっているかなというふうに思います。はい、9枚目の写真はこちらです。これも遊歩道みたいなところを歩いている時に小さい葉っぱが緑の草の上、この小さい草は何なの、なんか松の赤ちゃんみたいなのかちょっとよくわからないんですけども、草の上にこの赤い葉っぱが落ちていて、本当に小さいものなんですけど、なんかすごい素敵だなっていうふうに思いながら撮った写真です。で、本当はこうマクロで撮りたいような小さい葉っぱだったんですけど、あいにくマクロは持っていかなかったので24-70の方の 70mm にして、ほぼ最短撮影距離くらいまで結構近づいて撮ったらいけるんじゃないかなと思ったら、こういう風に撮れたっていう感じですね。やっぱり 70mm で近づいて撮ると結構背景もボケるので、なかなかいい雰囲気に仕上がったかなというふうに思っています。はい、そして最後の写真はこちらです。でここはですね、もう歩いている時にまた例によってその青い葉っぱの多いエリアだったので、あここはやっぱり全然ダメそうかなと思って、もうちょっとテンション下がり気味だった時にたまたま1枚この葉っぱだけね、すごく赤くなっているのを見つけたので、あこれはなかなか素敵かもしれないと思って撮ってみた写真です。まあよく見ると実は周りの葉っぱもね、少しずつ先端から紅葉し始めているのが分かりますよね。ここではですね、こちらの1枚を主役にするっていう風に見せたかったので、距離的には別にそんなに遠い葉っぱではなかったんですけども、あえてここでは70-200の望遠レンズにして被写界深度が浅くなるように、この背景がとろっとした質感でボケるように仕上げたいなというふうに思ったので、このレンズを使って撮影しています。すごく全体の色合いがほぼ緑または黄緑っていう中に1枚だけこういう色が赤い色があるので、なかなかいい感じで目がいくんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回は、私が北海道で撮影してきた紅葉の写真っていうのをご紹介してみました。これから紅葉の撮影、シーズンになると思いますので、よかったらぜひ参考にしてみてください。ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が少しでも面白かったとか役に立ったと思っていただいた方は、高評価ボタンやチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。今回のお話を聞いてみて、りょうさんの話が結構好きだからもうちょっと直接習いたいなとか思っていただいた方は、オンラインサロンっていうのもやってますので、はい、そちらに入っていただくと皆さんの写真を見てそちらに対して公表したりする会ですとか、あと実際に都内中心になるんですけど、みんなと一緒に撮影をしに行くイベントなんかも参加していただけますので、概要欄からチェックしてみてください。それとは別で私が主催しているフォトウォークだったりモデルさんの撮影イベントなどもたまにやっていますので、そういうの参加してみたいなっていうふうに興味がある方は公式 LINE の方登録していただけるとたまにお知らせをしますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、ということで、あ、はい、ありがとうございました。いや、なんかすごいめちゃめちゃ久しぶりにやったんですけど、はい、もし心配というか気にかけていた
方がいらっしゃったら、すいません、全然元気です。いや、なんかね、なんで休んでたかっていうと、まあなんかちょっと何ですかね、私頑張りすぎちゃう傾向があるので、ちょっとなんか自分を大事にしようかなと思ったみたいな、そんな感じです。